ゲオルクフォン・バッセビッツ・ベールゲオルクフォン・バッセビッツ・ベールは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊中将、武装親衛隊中将及び、警察中将。爵位は白尺。1900年、ドイツ帝国の両方メクレンブルク・シュベリーン、対抗国のリュッツオウに、貴族騎兵将校の息子として生まれる。第一次世界大戦には、として、 ドイツ帝国軍に従軍。敗戦後のバイマル共和国時代には農業を勉強し、民間の右翼武装組織、鉄カブ団に入隊した。1931年2月1日に、ナチス党の新衛隊に入隊。新衛隊の自動車部隊の指揮官などを務めた。1935年6月から7月にかけては、アメリカを訪問し、自動車工場などを視察した。ドイツへ帰国後、 1936年8月から1941年4月まで、新衛隊本部の一般新衛隊自動車株門の部長を務めた。1940年5月の間、第 3SS 装甲師団の第6連隊に属する対戦車部隊の指揮官を務めていた時期がある。1941年9月から11月にかけて、東国新衛隊及び警察高級指導者、 ハンス・アドルフ・プリッツマンの下で勤務し、1941年11月から1942年8月に、かけてドニエプロペトロフスク親衛隊及び警察指導者となり、同地の親衛隊守備隊の指揮に当たった。1942年8月から1943年4月に、かけてモギレフ親衛隊及び警察指導者に転じた。 またこの間の1942年11月から1943年3月にかけて中央ロシア親衛隊及び警察高級指導者のエイリヒフォンデムバフハツェレウスキーの代理を務めている。1943年2月にハンブルクを中心にドイツ北部の親衛隊と警察を管轄する北海親衛隊及び警察高級指導者に任命された。4月から 北海新英隊上級地区司令官を兼務した。以降敗戦までこの二つの地位を保持した。ドイツの敗戦後、イギリス軍に捕まった後、ソ連へ引き渡された。1949年1月中に、ソ連での抗菌中に死亡させられたとみられている。ありがとうございます。